ここみとパパドゥニーニとネネです。今日は富山市にある中原商店街に来ました。今日は雨降るかもってことで、ちょっとアーケードがあるところを探してきました。アーケードね、素晴らしい。ねえ、全然人いないよ、あれ。ちなみに今日の、あのお目当ては？タピタピ。毎回タピタピだったね。よろしくお願いします。はーい、かしこまりました。じゃあ、これがあるかな。じゃあ、早速行こうか。よし、レッツゴー。行こうか、ないやん、来いやん。ないね。電車乗ったあるときは、すげえ少ない。怖いよ。そう、金沢は、金沢ブーム。あそこはすごいね。全部あったもんね。うん。なんか、トンネルロックみたいなものがあった。あのね、今お店基本的にはやってないんですか？まあ、夏休み中だし。っていうことなのかな。それとも夜かな。ああ。じゃあ絶対やらないなら。でもやってないんだから絶対食べれない。食べれない。そのまま歩き続けよう。そうしましょう。もうただ歩いて終わりたくない。気にしたい。スナックやっぱ夜かね。夜もしかしたらいろいろあるのか。今は準備中。準備中かも。そうね。障害物に気をつけながら行ってください。やだ、変な髪見えるね。これ早く終わりそうだよ。ね、ここ音吹きや酒店閉店あるの？いや、もう絶対終わるって。ほら、ここ前見てみなよ。うん、もうそろそろ出口ゴール。パパ、はい。これはね、九条洋服屋さんだね。もうゴールすぐそこじゃん。もうゴールだね、ここ。うん。ここでゴールのやつ取っていく。せっかくだから往復しようか。行こう。行くの怖いんだけど。こっちはない。こっちはまっすぐ。ああ、障害物。大丈夫か。もうよく分かったじゃん。これが見えた。そう、バイクがあるね。すごいね、ここは自分書いてある、蕎麦屋さん。うん、山の場なんか、超じゃん。よかった。バイク避けれた、うん、すごい。あ、いいね、ここタバコ吸える。はい、そうだ、素晴らしい。お家先行くの。これは青果だから、やっぱり果物とかだよね。小料理屋さん、これ絶対やってるよ。小料理屋さんは絶対やってる。今はやってないよ、多分。準備中だって。終わった。みんな準備してるじゃん。夜は開くのかな、ちょっとあれだけど。夜すごい大成功。まっすぐ歩けるね。はい、ここでゴールで、はい、じゃあお疲れ様でした。はい、お疲れ様と言ってもちょっとだったけど、あとお店の短かったね。でもなんか雰囲気がいいね。また来たい。なんかいい感じのとこだよね。もう一回行こうよ。ね。ちょっとお店が今やってないのか、今やってないのか、ずっとやってないのかね。ちょっと賑わってるところをね、見たかったけど。じゃあ、はい、これからどうしますか。タピオカ飲みに行きましょう。タピオカ探せ。うん、オッケー、じゃあタピオカ屋さん探そう。イエイ。
切りました。美味しそう。おいしい。いい匂い、はい、いただきます。はい、はい、あ、もうこっち、うん、え、あ、そうなんですか。ありがとうございます。すいません。ごめん。どうすれば。やったね。マジかよ。助かった。いっぱい食べる。すげえ。わざとじゃないの。ガチ？パパ、電車の前でガチはやめた方がいい。うん。うまい。めっちゃ中に肉。やばいね。溶けてたね。うん。本当だ。うん。溶けてた。うまい。チョコミルクティーっていうのもあるよ。 L と M ってどれぐらい大きさが、ああ L めっちゃでかいな。 M でいいか。じゃあ、 あのミルクティーシリーズの普通のミルクティーの M とチョコミルクティーの M、 はい、一つずつで、あ、どっちも普通で。タピオカを多めにする。多め。じゃあ両方ともタピオカトッピングで。いないんですか。はい。あ、なるほど。どうしよう。どれぐらい違うんだろう。じゃあ2つずつ。かしこまりました。はい。
はい、見ました。ちなみにあのタピオカ2倍です。はい、めっちゃ美味しい。チョコも入れて一口飲んだらいいのかな。うん、うん、美味しい、美味しい。うん、うん、今日どうでしたか。今日商店街店やってなくて残念でした。まあね、でその後ラーメン屋行ってラーメン美味しかったね。うん、何杯おかわりしたっけ。いっぱいおかわりしてる、うん、最後はここでタピオカ念願の。最近タピオカ飲めてるね、うん、もう何が何でも探してる。感想はどうですか、全体的に。全体的に良かった。良かった、うん、じゃあまたどこか行こうね、うん、またね、またね、バイバイ、バイバイ、チャンネル登録してね。ママのやつあげるか。え、あ、これ、なるほど。目的地に運転案内を運用します。目的地駐車場がない。それよりもう1、2分歩いたらもう終わりだよ、あそこ。